ありがとうございす。こです。それでは今回なんですけども、キャッシュレス生活をして日常の変化は、実際に体験したメリット5つを簡単にスマートに解説ということで、昨日見てくれた方はお分かりいただけたと思うんですが、昨日はキャッシュレスのデメリットについてお伝えしました。そして本日はそのメリット編ということで、キャッシュレス決済、その中でもスマホ決済を半年以上使って、実際に僕が体験したことを含めてメリットをお伝えしていこうと思います。 それではまず一つ目なんですけども、お財布がスマートになるということですね。これはかなり経験されている方多いと思うんですが、キャッシュレスになって本当お財布を取り出す機会っていうのが減ったんじゃないんですかね。僕はその一人です。 まあ、ほとんどがスマホ一つで足りてしまうので、それが一番魅力的ですよね。まあ、しかもスマホ決済以外もいいっていうのは、まあ、ポイントカードとかもスマホに入れることができるというところが大きいですよね。まあ、僕の場合は、ローサンのポンタカードとか、あとはツタヤの T カード、ドコモの D ポイント、楽天のポイントカード、ヨドバシカメラのポイントカードなどなど、まあ、これがお財布に入れなくても良くなったっていうのは非常に大きいですね。まあ、吉野家とかは、まだモバイル T カードが対応してないという例外もありますが、もうほぼほぼ対応してる、くれてる場合は、 場所は多いかなというふうにつくづく思っているとこではあります。まあ、ポイントカードとか持たなくなった結果、現在僕の財布なんですけども、じゃんということで、こちらが現在僕の愛用しているお財布です。いや、可愛いでしょ僕の動画の最初の頃にも公開はしてます、実は。一応別の小さいお財布もあるんですが、カバンとか持ち歩かない時は、もうこの LINE のキャラクター、ブラウンの大きめのクリップにちょっとのお札とクレジットカードと免許証を挟んで持ち歩くことがあります。もうというよりかポケットに出てますね。 まああまりブランド品とかに興味がないので、これでも十分活躍はしてくれます。まあ冷静に考えて30歳がマさんのお裁を持ってるのは、旗から見たらドン引きですけどね <laughs>。 けど、僕は使います。さあ、気を取り直して、二つ目は、決済もスマートになるということですね。やっぱり、キャッシュレス決済の醍醐味ですよね、スマートに決済できるっていうのは。まあ、お会計時に、現金を出すとき、お札と小銭を出す時間を考えたら、ほんとキャッシュレスって爆速です。現金が、だいたい30秒とか1分かかるところが、キャッシュレス決済だと数秒で終わりますもんね。 まあ、まれに電波状況とか通信制限などがかかっている場合は遅くなる場合もあります。あと、ポイントカードや PayPay ペイペイ画面も決済の事前に準備するとか容量をつかむと本当に早く決済ができます。ちなみに ID 決済とかクイックペイでの決済、あ、クイックペイ。 での決済は、バーコードを読み取りよりかは、幾分か早く決済ができる気がしますね。次、3番目は、送金もスマートになるということですね。まあ、この送金機能実際に使ってらっしゃいますかねこれ本当に便利です。まあ、手数料もかからないし、まあ、サクッとできちゃう。これが素晴らしいですね。まあ、ATM とかに行って振り込みの時の時間と手間を考えると本当にしやすいんですよね。まあ、僕自身は友達との割り勘で使うことが多いんですが、先月、あの、母親が誕生日だったんで、PayPay ペペでの送金を行いました。まあそのやり がこちらですねじゃんということで、母親が57歳の誕生日でしたので、お気持ち程度なんですが、5700円をペイペイで送金しました。この後、母親から連絡来まして、まあ、ペイペイで送金の便利さにすごく驚いてましたね。まあ、来年は一つ桁を変えて送る約束をしたので、58000円、頑張りたいと思います。次、4つ目は、お金の管理がスマートになるということですね。まあ、ペイペイとか l i n e インペ楽天ペイなど、全部スマホ決済で、 自分がいくら使ったかっていうのが1円単位で見ることができます。まあ、普段現金決済だと、領収書やリシートがない限りは、あまり管理するっていうのはかなり大変かなと思いますが、スマホ決済の利用履歴を見れば瞬時に確認することができます。これ素晴らしいですよね。まあ、あと、ちょくちょくコメントでもいただいてるんですが、家計簿アプリを利用されてる方もいらっしゃいますね。まあ、僕はマネーフォワードを利用してるんですが、他にも財務とか LINE 家計簿とかもたくさんあるので、まあ、これらをうまく使えばお金の管理も比較的スマートになります。最後、5つ目は決済が 楽しいということですね。まあ、ちょっと無理やり感はありますけども。いや、ま、あ還元率とか下がったりとか、まあ、キャンペーンも落ち着き始めてるとこではありますが、やっぱりキャッシュレス決済は使ってて楽しいですね。ポイント還元とかもクレジ、通常のクレジットカードとかだったら基本1%ぐらいなんですが、今だとスマホ決済の場合はキャンペーン期間というのもあって、それ以上の還元を受けることができるので、まあ、それも一つの楽しみなのかなと思います。なので、このキャッシュレス消費者還元も来年6月までなので、まあ、それまでうまく使って楽しんでいき というこことででですねそんなこんなな今回はキャッッシュレス決済のメリットについいいててお伝えさせたただきましたいや、今回はかなり僕のリアルな部分もちょくちょく出させていただきましたが、これはこれで結構ありですね。また何かしらの体験があれば、動画にしたいと思います。一応下の概要欄に昨日のアップしたキャッシュレスのデメリットに関する動画のリンクも貼ってますので、気になる方はチェックしてみてください。まあ今回のこと以外でも、キャッシュレスでこんないいことがありましたよ、などがあれば、下のコメント欄に書き込んでいただくと嬉しいです。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとう ありがとうございました。